高橋ひろとさん、3点の大量援護に満面の笑み。本日の高橋ひろとさん、7回1安打無失点。味方打線は7回を終わって大量3点の援護で6勝目6敗。大量援護に思わず頬が緩んでしまう。高橋ひろとってヤクルトと広島にくっそ強いイメージあるし、投げてる球見てたらどこにも負けてなさそうなのに、なんでこんな勝敗数なんや。打ってくれないんや。だいたい野手が点取ってくれない。ヒント、ヤクルト戦以外2勝6敗、防御率 2.16。 セリーグ奪三振1、戸郷141、2、高橋ひろと132。これで確か規定乗ってないんやろ、やべえだろ。高橋が見たことないくらいニコニコしてて笑う。高橋やっぱえぐいな、もうローテ一番手やないか。それただのエース高橋ひろと。味方が3点取り続けていたら14勝1敗、味方が2点取り続けていたら8勝5敗。援護率どんなもんなん。無駄に1試合に9点もらった試合あるから高いぞ。今日は相手高橋の時点で無理やしちゃあない、切り替えてけ。